こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつもご覧になっている方ありがとうございます。登録がまだお済みでない方、ぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日はライトワーカーに現れる手相というテーマでお話しさせていただこうと思います。自分がそれほど裕福でなくても困っている人を見かけると見過ごせない人がいらっしゃいます。正義感が強く損得感情がない人で、人のために大きく貢献したいという使命感を持って生きているような方をライトワーカーと呼びます。ライトワーカーには神とコンタクトができるという能力があるとされますが、本当にそのような能力が存在するのか僕には分かりません。ただ最初に紹介しました通り、困っている人を放っておけない人であったり、損得感情を抜きにして使命感を持って生きているような人が持つ手相というのは見上げることができますので、今回はそのようなものに該当する手相をライトワーカーの手相として紹介していこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。一つ目は運命線と呼ばれる中指へ向かって伸びる線が地球と言われる手の付け根あたりからまっすぐと伸びているようなタイプです。この層は天下筋と呼ばれ、幼少期から強運を授かり、どんな苦労や困難にもくじけない根性を持つとされます。何らかの存在に守護されているので、予期せぬ災害から回避できます。天下を取るほどの才覚があるとされ、努力をしていくことで大きな願いが叶うとされます。人々のために強運を生かしていったり、才覚を生かすことで幸せに導いていきます。自分を信じて、自分の信じた道を走り切ることで、その分野のトップクラスになれる可能性を秘めています。どちらかというと周りを引っ張っていける先導者的なライトワーカーの層だと言えます。次は太陽線が長めに出ている人です。太陽球と呼ばれる薬指下の部分から縦に落ちる線を太陽線と言います。この線が感情線よりも長くなっていればライトワーカーとしての資質があると言えます。太陽線は成功運、金運、人気運が高まる線として知られています。こちらが長めの形で出ているのであれば、明るい性格の人が多く幸せが集まりやすいとされます。ライトワーカーとしての役割に適していると言えるでしょう。太陽線がさらに長い場合は人気運が強くなり、人から好かれ、お金回りも良くなっていきます。人助けにお金を使うと太陽線がより濃くなって、成功運がどんどん上がっていくでしょう。次は月球と呼ばれる部分に線3本以上で交わる線、スター線が出ている場合です。月球は神秘の丘と呼ばれていて、こちらに線が現れる人は想像力や空想力が豊かで、鋭い感性の持ち主だということが言えます。スター線は人気やスター性などの幸福を呼び込む証となります。月球にスターがあるのであれば、直感力と想像力に長け、作品などを通じて大きな成功が手にできるとされます。人々の心に訴えるメッセージとしてライトワーカーの役割を担うとされます。芸術芸能面で才能を発揮でき、類まれな業績が残せるでしょう。スピリチュアルな面での才能が見出せ、人を癒しに導くこともできます。次は人差し指を半円で囲む線、ソロモンの輪の持ち主です。ソロモンの輪がある人は強運を持ち、第六感などの神秘的な力に優れているとされます。人を引っ張っていく力があり、引きつける能力を持ち合わせます。管理能力にも優れ、人をうまくまとめることができるとされます。これらの能力からライトワーカーとしての役割を担っていけるでしょう。次は小指の下、水星球という部分に線3本以上で交わるスター線が現れるという人です。水星球に線が現れる人は、商売ビジネスで必要なコミュニケーション能力や交渉力があるとされます。頭の回転も速く商売上手だと言えます。この位置にスター線が現れているのであれば、大幸運の証となり、安定した金運がもたらされるとされます。人とのコミュニケーション能力にも長けているので、より良い方向に導くことができるでしょう。大成功し、得られた大金を困っている人に費やすことにもためらいはありません。財産を増やすチャンスにも恵まれていきます。ただ、金銭と物欲に溺れると、ライトワーカーの使命を忘れることになるでしょう。
次は環状線と頭脳線の間に出る十字線、神秘十字線が3つ以上ある人です。神秘十字線の持ち主は、神秘的なことに強い関心を持ち、霊感などが強いとされます。感が鋭く、物事の本質を見抜ける能力を持っています。信仰心に厚く、目には見えない世界や霊界などを信じている人も多いとされます。神秘十字線が複数現れる人はこの意味合いがさらに強まります。複数で現れる人は予知能力を持っているとされ、数々の幸運を手にできるとされます。また人の痛みを察することができるので、人を癒す仕事で活躍が期待できます。ライトワーカーとして十二分に能力を発揮できる人でしょう。本日はライトワーカーの手相というテーマでお話しさせていただきました。人を助けたい気持ちが強い人はこのような線があると思います。今後も自分が幸せになることを忘れずに、たくさんの人を幸せにしていっていただきたいなと思います。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。